この講義ではテキストの二十六ページの空間図形の基本問題を解説します、えー、問題を解いてからご覧ください、えー、それでは一番の問題から解説をしていきたいと思います、えー、今回この、えー、図に関してなんですがあ図のような直方体に対し、えー、頂点 D から頂点 G に向かって辺 AB 辺 EF を通過するように紐をかけると紐をかけてその紐の長さの最短距離を求める あ今回は最短距離ではなく AP の長さですねあの最後までここですねあのしっかり読むようにしていただくといいと思います。えっと、問題によって紐自体の最短距離を求める問題だったりとか今回これ紐じゃないんですねこの AP の部分を求めなさいということなので、えー、求めているものが違うものになってしまっていないかあそこのところだけ慎重にやっていただければと思います。 でえー、この最短距離系の問題ですね本当最短距離キーワードにしていただいていいぐらいなんですがあこの問題も、あのー、毎年ですねやはり多く出題されていて、えーとまあ、やることはですねこれだだけです展開図を書いいてください、えー、立体のままあ最短距離であったりとか、まあ、そういう状況をですね考えることというのは非常に困難で、えー、展開図平面の図を書くことによって えー、これはものすごく簡単に解決することができます。でさらにですね例えば今回テキストの、えー、解説のところにはこの、えー、直方体のですね完全なる展開図というのを書いているんですがちょっとポイントを書くとですね全部完全な展開図を書くとやはり時間がかかってしまいますのではい、えー、とポイントとして紐が。 えー、かかっている部分のみ書、えー、けば OK と。ひ紐がかかっている部分のみの図を書くと。展開図を書く。はい、ということで今回の問題はちゃんと考えることができます。で、えーまあ、どういうことかというと、えー、こちらですね。 えー、紐がかかっているところというのを見るとこれ分かりますかね3つの面しか紐ってかかってないんですね。えっと、直方体というのが6面あるんですが6面,中6面中3つの面だけですよね、えー。ですのでその3つの面だけ図に書いてしまえば展開図書いてしまえば事足りるんですね、えー。ということでちょっとその図を書いていきますと、えー、こうですね。 まず、あのー、ぜひイメージしてくださいこれ三、えー、四角形 ABCD、えー、というのがこれ4トル4トルなんですねはい一番上の面の四角形ですで、えー、と手前に来る ABFE ですかね、はい、今展開図書いてますはい えー、ABFE こうですね。A、というのがこれがあーと横が3トルですね。ここを点線にしておきましょうか。はい、で、えー、最後底面のところですね、えー、と四角形 EFGH。 の部分がまたこれ四センチ四センチの正方形。ですね。ここ四センチですね。でえっ、ー、と g と h。はい。ええー、という形であのー、この三つの面だけを今書きました。でえー、これ d から d から g に向かって。紐をこう最短でかけてるんですよね。で。 最短イコール直線距離というふうに考えてください。これはもう1個のポイントとなります。書きますね。えー、最短、えー、イコール直線距離。はい。えー、すなわちですね。 D から G に向かって、えー、最短で紐をかけたときに展開した時の図というのはこれ直線になってるはずなんですね。で,、えー、でこれに対し今ここが P ですよね。で、えー、とここが Q ですね、はい。という状況で最終的にはこの AP の長さを。 求めななさいといととううふうに言っている問題となりますえー、こちらですね、まあ、どうやって求めるかって考えたときに三角形相似な三角形見えますかこれ、えー、例えば三角形 DAP と三角形 DHG ってこれ平行なので相似の関係になってますよね。で、えー、ここ4 4トル で四たす三たす四で。4 4でこれ十一。センチメートルということがわかりますので。D. A. P. と D. H. G. の相似比って。四対十一なんですよね。書きますね。はい。D. A. と D. H. が。 4:11。ということは AP と HG が4:11。掃除比ですから4:11ということになります。ここ4センチメートルなんですよね。ということで今回求めたい。 AP の長さ,の長さを求めなさいと言ってますのでここに関してなんですがこれ4対11ですから 4cm を11分の4倍すれば AP の長さを今回求めることができてしまいます。ですのでこれ計算すると11分の 16cm ですね。で終了となります。 えーなので実質ですねあの上のこの2行のところというのがあ単純にこれ比を求めてるだけなので本当にこう計算というふうに行っている部分ってここだけなんですよ。で、えー、非常にまあ、あのー、この最短距離の問題というのが、まあ、本当に簡単にこうやって解決できてしまうのでただそれは立体のまま考えるとなると やはりこう人間というのが立体図形を完全に頭の中でだけでイメージするというのはなかなかまあ難しいところがありますのであの完全に展開時に直して直線引っ張れば終わりなのでえそこのところをしっかりポイントとして押さえて頂ければと思いいいますえそれでは四角二番のえ解説をしていきたいと思います。 え四角二番があこの台形ですね、図のこの台形 ABCD において、辺 A、B を軸として一回転させてできる回転体の体積、これを求めなさいという問題です。えー、まずイメージなんですが、あとこれですね、A、B を軸としてこれ回転をさせると、こんな形になりますかね。えー、プリンのような。 まずこのイメージがしっかりできるかどうかです。はい。まあ、こんな形の図になるかと思います。で、どうやってこの立体を体積求めるかということなんですが、えー、実際にですね、えっ、ー、と使うアイテムというのは円錐の体積。 の公式となりますあのこれを直接求めるっていうことはなかなか難しいと思うんですまあまあそういうふうに考えるのではなく、えー、単純にですねこれってちょっと補助線を入れますがここの上にこう延長線を引っ張るとですね三角形になります。でえー、と便宜上ですね今ここ F としたいと思いますが、こちらですね。あのー、この三角形を BF の周りに回転してできる立体というのは、ちょっと一旦こちら消しますね。はいえー、この三角形回転させると綺麗な円錐ができるかと思います。 でえー、円錐の体積の求め方は底面積×高さ ÷3 で求めることができますので、えー、実際にまずこれをそれによって求めた後上の部分が存在していないことになりますので、えー、上の部分でそこも結局これも円錐なんですよね。ですから上の部分も底面積×ける 高さ ÷3 で体積を求めることができますなのでその本来なかった上の部分を全体の円錐の体積から引いてやることによってこういった形ですねこの下の部分の立体の体積というのは求めることができるわけです、えー、ですからそのままあのー、これない状態で、えー、これどうやって求めようっていうふうに悩まないようにしてください えですので結局ですね低面積であったりとかあと高さですねというところが必要となりますので AF とそれから AB の長さが求められれば高さとかというところもちゃんとえまあ判明していくのではないかと思います。でそこをまず求めていきたいと思うんですがそうですねちょっとこれ補助線1本入れましょうか。えーと AB に平行な直線。 をここにこう引っ張りますね。えー、そうするとですねここの三角形これまあ直角三角形ですので直角三角形ですのでここ2ルート5センチでここ3センチということは三平方の定理からじゃあ今、えー、とこちらをですね同じく便宜上 E と F に対して E というふうに置きたいと思いますが。 この d の長さ三平方の定理から求めることができるかと思います。はい、d イコールこちらも消しますね。えー、d イコール2ルート5の2乗から、はいえー、こちらですね A の2乗を引けばいいんですが。 1> ここ 1cm でここ 3cm なのでここ 2cm ですねここ 1cm ってことはここ 1cm ですからこちら 2cm ですで2の2乗を引いたものにルートをかぶせたものがこちらあー DE えすなわち AB の長さということになりますでこれ計算すると 4cm ですねまあ AB と同じ大きさですですので今ここが4トルであるということが分かりましたで、えー、実際ですねであとはここのあ長さが分かればというところなんですが掃除費を使いましょうかあのそうですねここの三角形と こ、ね、ここですかねこの三角形でこの2つの直角三角形相似なのお分かりになりますでしょうかえー、まあここ直角でここの角とここの角度いわゆる同位角というものなんですが等しいので、えー、こちらですね2つの三角形相似でこれ2に対してここ1なので。 相似比が2対1ということがわかります、えー。ということはですね今こちらの三角形の縦の長さこれ4センチメートルですよね。で2対1ということはここの長さは4センチメートルを2分の1倍した2センチメートルということがわかるかと思います。 ということで今上側の小さい三角形に関してこれ回転した円錐というのは底面これ半径1の底面ですね半径1の円を底面とした高さ2の円錐に対し全体を回転した円錐というのは半径3の円を底面に持つ 高さ6センチメートルですね、4+2 で6センチメートルの円錐ということがわかります。したがって、求める体積についてなんですが、まあ、ちょっと図形してしまいましたけれども、まずは先ほど書いたの全体の円錐ですね、えー、というところが3の2乗、3パ π 半径かける半径かける半径かける π 円周率 π で、えー、底面の円の面積を求めたらそれに対して高さ 6cm をかけ割る3をするというのが円錐の体積の求め方です。で、えー、ここからですね、えー、上側のこの部分を回転させた時にできる円錐の体積なんですが同じく半径かける半径かける π 1×1×π ですね。に高さ2をかけて割る3をすることによって求められますので、はいえー、これですねえっ、ー、と 18π マイナスこれが3分の 2π。ということで結果3分の 52π ですかね。 立方センチメートルというふうふに求めることができますはいえー、ですので、まあ、回転の問題に関して回転した形がそのまま円錐になっているとか、まあ、分かりやすい問題だったらいいんですがちょっと上が欠けてしまうような時に関してはこのように、まあ、書き入れてやるとですね回転前の形の図に対して書き入れて。 あくまで円錐ベースで考えてやれば非常に考えやすくなります。えー、これを踏まえてこの手の問題は解いてください。それでは以上となります。